はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアワーをやっていきたいと思います。今回は9位、佐世保ドックスとの公式戦です。佐世保ドックスといっぱい練習試合でやってますよね。今回は公式戦ということでしっかり、頑張っていきたいなと思います。今の成績ですが、そうですね、リマッセ大阪に敗れて3勝3敗、ただ我慢は引き分けですね。まあこの強豪だったんで、昨年 N2 なんでこれはしっかり勝っておかなければなりません。やっぱり相手がちょっと弱いですよね。じゃあ2人消えてます。これがちょっとどうなるか。公式戦にハルカを出すのはまだ持たない。クライスとミオを入れ替えて、そっちに7とかどうなってるのか。今をミオの代わりに入れましょう。ちょっともしかしたら弱体化するかもしれませんが、そんな位置かは分からないんで、結構いい線いけるんじゃないかなとは思います。これはアウェーではあります。佐世保マリンスタジアムアウェーではありますが、こちらの勝率は高い。まあ、しっかり勝っておきたいとこです。超えられた。ここの拾い方最後です。うまい。カナがすぐサポートに入ります。カナうまい。直線ここを拾え。苦し紛れですね。相手側も点が多いんです。サッカーは安心はできないですが、やばい、磯崎に拾われた。キーパーが前に出た。ファールにならなかった。よかった。おーっとディートリヒ取られて、おーっと一気に縦に、ファールではない。厳しい展開になっております。まどかです。まどかはキープ。そして一気のセンタリングは武井が出して、こちらボールですね。サヨがフラッと上げた。及ばなかった。さあこれはイエローカード、リオです。今パンチング、クライス、クライス一気に前へ。これは届かなかった。
カーブです。相手はスマッシュが重くなっている。しかしサヨがうまく拾いました。ジャネット、運動量が多いですね、この試合は。どうか、危ない。おー、助かりました、わずかに。身が疲れてますね。一番身を取る選手を入れ替えるか。スタリスを7個に入れ替えましょう。ミキョセツコに入れ替えて、これで、後半に挑みます。ミオが一気に畳みかけた。これは遠かない。決定が遅れております。案外チャンスが少ないんですよね、決定的な。大物か、ミユキが一気に上げる。課題が大きいです。ここは一応ミオに上げて、ふわっと来てくるに決まった。そしてミオも見事でした。軽く決めましたね、くるみが。こちらもちょっと交代考えないといけません。守備陣の交代ですよね。七海萌え、萌えをどっちと交代させる か、ジャネットよりかなりですね。よかったかも。さあ、怪我をしている選手を尻目に、ユーナ。おーっと、もったいない。もうちょっとあの守備陣の余裕があったのに、焦りが見え、今のない焦りが見えております。さあ、ユーナ、スワーニ、クルミが、届かない。そう、ナーコ、いいですね、一気に持ってきました。なんだこれ。丁寧に扱ってほしいです、ボールを。ボールをきっちりキープしているのはいいものの、1点が重いですからね、サッカーは。うまい。4人固まってます。さあ、反対側に行きました。ファーオフサイドか。出し抜こうとしたんですが、最後取られてしまいました。さあ、今度はまたアディショナルタイムが1分、もうすぐ終了、試合終了。勝ちましたが、課題が残る試合となりました。チャンスはいくつか作ってたんですけどね。
そいつが東京サイダルビーチでした。ボールが当たってしまう。キーパーが。プレースを、前半終了。直前。このゴール前。全員持ってきて、抜き役はナイスです。そしてこれで決勝点になりました。上に渡って、ふわっと上げたところをくるみがしっかり、ゴールに叩き込みました。くるみが走ってきたんですね。ここから何度かチャンスはあるんですが、入りません。7個早いですね、トイキックは早い。スピードは神、ただシュートはすごいもったいない。これはさすがに厳しいか。で、試合終了です。これボールの支配率を上回ってますね。さあ、シュートはむしろ見劣ってると言った方がいいぐらい。すごいですね。N1 はどうなんでしょうか。やっぱり僅差の試合が多いですね。これで、勝ちまして4勝3敗。4位に浮上です。とはいえ、キャピタル東京、リバッセ大阪は、6勝1敗1引き分けですからね。貯金が5、こちらが1に対して5ですからね。というわけで2強の構造が高まっています。さあ、幸子が復帰です。いるかな。熱い女子選手が希望です。いませんでした。ちょっとゴールキック数とか見ていきましょうか。ゴールを桜にが午後怪我してたってこともあるんでしょうか。腕切ってる選手が強いですね。10ゴールを挙げております。去年が8ゴールだってアシストのようなミスを上回ってたんで、やっぱり金目線。そして2位が秋山康の瞑想で、この彼もキャンプメーカーと書いてますね。アシストの方が多かったというので、そんなタイプですよね。ストレンや両方対応できるチーム。ただ怪我をしているのが痛い。いますよ大阪。逆に我がチームはチャンスかもしれない。緑を4本打って決めてますね。アシストも去年は多かったんですけど、そしてシュートに絡んでいってます。これらがあって、で、あとは7個だけなんですよね。新世代のやっぱ期待されるところです。一方アシストはどうかと言いますと、キラリが2本、これがトップですね。なるほど、1本はいろいろ言うでしょうね。マドカ、マドカもシュート決めて7個、
ね、今回佐世保ドッグスもっと引き離してもいいんですが、まあなんとか勝つことはできました。次は9位のコチシバンテスです。今4位につけておりますので、上位姿勢を取りながらですね、いいとこまでいければなと思っております。応援よろしくお願いします。応援といえばチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。